はい、ヤマハ SR400 のご紹介ですね。3型になります。はい、平成18年式かな、割と高年式なモデルなんですけども、こちらの色なんですけど、まあ、ブラウンです。ブラウンなんですけど、あのメーカーホームページ見るとですね、ダークなんとかオレンジなんとかっていうですね、色でカッコブラウンって書いてあるんですね。どうしてもブラウンって書きたくなかったらしいです。はい、ダークなんとかオレンジなんとかです。はい、オレンジ色です。はい、と言いたいような感じなんですけども、外装とっても綺麗で、メッキ部ですね、あとエンジン部分もともに、ピカピカ光り輝いている、いいオートバイなんですけども、一箇所だけですね、タンクここの部分にへこみがあります。はい、まあ後で見えると思うんで今は特にあれなんですけども、はい、ほぼというか、まあ、完全にフルノーマルですね。ミラーのこっち側がないんですけど、ネジ目は生きているので、10ミリの正ネジの、ミラーがあればですね、正ネジ、逆ネジかのがあれば、普通に閉まります。こっちは正ネジだ、ごめんなさい。はい、閉まります。で、走行距離もですね、12,546 と、少ないです。状態は良好なので、まだ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 長く乗っていただけるオートバイになります。はい、じゃあちょっと半分側、反対側行ってみましょうか。あ、もちろんイモビですね、18なのでイモビライザーを装備しております。はい、よいしょ。はい、あ、これですね、見えると思うんですが、ここがまあへこみですね。で、まあ、直すことはできるんですけど、この色がなくなっちゃうので、まあ、このまま納得して乗っていただいた方がいいかと思います。はい、で色とても綺麗です。このなんとかオレンジなんとかですね、非常に綺麗な色 でこの SR のこのエンブレム、これが金のこっちです。こっちサイドカバー、これはですね、まあ、今までの方と違ってですね、この金のエンブレムになりましたよというですね、これがまあこの車体色の特徴らしいです。もちろん18年に、一瞬出たのみです。はい、この前後にこういう色はありません。なので、まあ限定ではない、限定とは謳われてないんですけど、まあそういう意味ではこの年代限定のものなんじゃないかなというふうに僕は思ってます。はい、じゃあエンジンをかけてみたいと思います。はい、まあ、よくですね、SR の、400と500どう違うんですかっていうのがあります。かなり大きく違います。SR500 というのはクランクが非常に重いです。1キロぐらいあります。あ、1キロぐらい重いです。はい、なので、回した感じもですね、500の方がドッドッドッって感じで、400の方は割と軽快に回るように、できているようですね。はい、よいしょ、チョークを引きましょう。よいしょ、チョークを引いてレコンプ握って、キックレバーを調整して引く、よいしょ、調整して、だいぶ寒いですね。昼間天気良かったんですけど、やっぱ風がすごいんですよ。で、チョーク戻しますね。で、風が強いと、まあ、今こういう花粉の、ごめんなさいね、ごめんね、うん、花粉の季節でもあるんですけども、まあ、花粉も飛んでるんですけど、やっぱ基本的に風強いと、そこら辺の畑からですね、いろんなものが飛んでくるんですね。乾いて乾燥した細かい土とか砂とかが入ってきて、まあ、いろんなところに鼻とか目とか口とかに入るわけですよ。非常にそれが辛い。しかも風が、昨日は春一番で暖かかったけど、今日は北風で寒いです。はい、まあ、寒くてもですね、今日はオートバイでいろんなところからお客さんが来てくれています。はい、今日8人ぐらい来たかな。まあ、こんな感じで、今私はそれで喋ってる間も非常に安定してエンジンがかかっておりますけれども、はい、どうでしょうね。で、まあ、毎度なんですけども、お店売りの、バイクブロス、グーバイクの方に表示されている価格ですね。これは納車価格です。納車価格の中にはですね、車検や自賠責、それから基本的なメンテと、
テストですね、それから名義変更、そういったものが含まれております。なので店頭から乗り出していただく分につきましては追加で費用をいただくこともありませんし、何もしないでもうすぐ乗れるよという状態で納車が可能になっております。はい、最近ヤフオクも出しているので、そっちとですね条件混同されがちなんですけども、ヤフオクの方が特殊なので、あんまりこう勘違いを、なければいいなというふうに思ってますけども、はい、ね、こんな感じで非常に状態は良好です。やっぱりノーマルが一番いいですね。うん、もうノーマルは静かだし、しかも3型でこの年式だとですね変な音もしません。この辺からガチャ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 言ったりとかもないので、まだまだこの先安心して乗れるコンディションなんじゃないのかなと思います。余談です。全然、余談になりますけれども、SR の400と500、ちなみに500はですね、海外の輸出が非常に多いモデルでした。はい、で、400が逆に海外輸出はですね仙台が2000台ぐらいしかないんですね。で、海外輸出の500の方は、7、8万台売れてるわけなんですよ。だから今日本で流通している500のうち結構綺麗なものはですね、海外に1回発送輸出されたものがですねまた逆に入ってきたっていうパターンがあります。はい、で、そこはですねなかなか見分けがつかないんですけども、1点だけ見分けるポイントがあります。っていうのはサイドのここにリフレクターがついてます。はい、黄色いリフレクター、横綱にリフレクターがついているものは海外仕様です。で、海外仕様で、逆車っていうんですかね、輸入されて、また日本で売られるというようなものがありますし、見たこともあります。はい、でもちろん400は、国内で、7、8万台売れているので、これにはそういう装備はついてないです。はい、割とノーマル一時期ですね、改造してなんぼだと言われたような SR ですけども、やっぱりノーマルの方が僕はいいかなというふうに思います。と言いつつ自分の SR はめちゃめちゃ改造してますけども、でこの丸リフレクターですね、これは一時はすごくダサくてみんなすぐ撮ってたんですけども、今見るとかっこいいじゃないかというふうに僕なんか思っちゃいますね。はい、そんなわけです。これです。こちらうちの社長にあたるですね、ハロさんですね。ハロ、今日はいろんな人と遊んでお疲れだったね。そういうわけですね。はい、ヒルはい、よしよし。はい、というわけで、ヤマハの SR400 3型です。非常に状態いいし綺麗で、これはかなりおすすめです。あまり売る側がこういうことを言うとうさんくさいですけどもね、あんま出てこないコンディションなので、もしこのカラー気に入ったという方がいらっしゃったら連絡ください。で、またこの色で探してくれと言われても、無理です。はい、今まで出てきたことないですし、これからもこのカラーでこのコンディションのものが出るということはないと思います。黒とかシルバーとか出るんですけどね、茶色とかマルーンとかレッドとか、そういうものになってくると非常に珍しいです。はい、なので、珍しいカラーの SR400、この機会に、どうぞよろしくお願いします。